お疲れちゃんです、トラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらディガーロケット削りデッキやっていきたいと思います。まあ久々のスペル削りデッキですね。まあディガーもあるので、ディガーとそしてロケットで相手のタワーを落としていくデッキで、あとはもうほんと高回転でね、守って戦うようなデッキになっております。早速ねやっていきましょう。さあよろしく。なんか久々にこういうディガー削りデッキ、なんか前まではディガープラスポイズンでね、ディガポイデッキっていうのが、言っちゃえばこうジャイデッキ、ロイジャイデッキ、まあゴレデッキみたいな感じで当たり前の戦術としてね流行ってたんですけど、もう今ねやっぱマザーネクロだったり、なんだろうね、えぐいぐらいなんかファイボ環境っていうのもあり、誰もポイズン使ってないんですよね。だからこうディガポイデッキっていうデッキが、もうデッキ自体がね気づけば自然とちょっとなくなっちゃったっていう、ちょっとおつらいね、こともある中でのロケットですね。今はもうロケットで、削っていきましょうというわけで、こういうところにね積極的に打っていきます。テスラがねマジで強いので、これねテスラあれば守れます。スケーファイスピでテスラかな。で相手マザニクオリダクプリでボンバだったっけな、エレジャイかな、多分エレジャイだと思いますね。まあ、ここ一回相手の檻から出てきたね、リベンジゴブリン来るので、まあ、ユニット合わせて守ろうかなと思います。エレジャイですね。で、ディガポイロケットデッキとかもね、まあ、昔ありましたけど、まあ、ポイズンロケとかだったらね、こういうエレジャイとかがね、やっぱ止まらなくなっちゃうんで。よいしょ。ポイズンはまあいらねえよなっていう。よいしょ。デリバリーで守る。さあ、いいマザーネクロが来た。でも、ここはバルキリーでしっかり。バルキリーそこそこ強いからな。え、待って、バルキリー待って、やばい。これバルキリーがやったら全部無駄になる。待って、バルキリー危ない危ない。いや、マジで危ないですね。で、ロケ削りと、相手のね、このエレジャイ、まあ、マザーネクロとかいろいろユニットいる中で、俺が削りで勝てるのかっていうところですね。防衛ロケットとかもしたいですけど、そんなことしてると、なかなか削れなくなっちゃうんでね。打っちゃいます。ここエレジャイ来ても、多分テスラで守れると思うんですよ。そんぐらいあのテスラ硬いんで。よしよしよし。ケツエリジャイとかじゃないのかな。そうですよね。で、まあユニット合わせて、まあ一旦守りたいよねっていう。で、テスラも置きたいよね。まあダクプリにちょっとウッド打ちたいよねっていう。ダクプリ来た。ここでね、ウッド合わせつつの、ディガーもね、正直攻めでちょっと飛ばしちゃいたいな。で、相手のあの、マザーネクロには、まあ、デリバリーかな。デリバリートットがあるので、このデッキはそこそこにね、防衛硬いです。これね、もうデリとウッドでほぼ完封できます。強すぎんっていう。これやばいっすよね。今の見ました？あんなにユニットいても、すべてね、デリで守れるから、デリバリーもなんかそこそこ活躍しますよね。あ、待って、なんか、絶妙にいらないバルキリー出しちゃったっすね。スケ出そうと思ったら出しちゃった。さあ、ここディガー飛ばして、あのマザーネクロは、まあ、ウッドを当てたいね。ウッドと、あ、やばい、ウッド当たって。で、しかもこれちょっとやばいかも。あの、多分なんですけど、ライトニングいきます。ってなったら、大ピンチ。もう気合でね、気合で耐えろ。いや、これを、テスラ突破されても、バルキリーと小物のね、今ので、ほぼ完封？ライトニングぐらいしかダメージ受けてないですよね。いや、強すぎ。さあ、一回落ち着くためにテスラ置きます。テスラ置いとけば絶対守れるんで。で、ディガー飛ばしてね。なんなら、ロケットも飛ばしたいですよね。さあ。で、一応攻めトルネ警戒で。攻めトルネじゃねえな。近畿道警戒で、さあ、ディガー出してあげて。でも次のロケ370ありますので、次のロケで勝ちかなと。で、これライトニング打たれても、このね、テスラが最強なんで、大丈夫です。そして、バルキリーとかで溶かしてあげつつ、事故をなくす最強のデリバリー。ゲスケも出してあげて、まあ、あとロケ圏内なんですけど、ちょっとね、防衛しなきゃこのインドラ事故があるので、みたいなね、感じで、いや、鉄壁すぎる！ナイス！まあ、防衛デッキなので、まあ、ほんと防衛の練習したい方とかね、防衛得意な方には使っていただけたいデッキですね。さあ、続いてやっていくんですけど、まあ、あの、守ってディガーを飛ばすだけなんですけども、もうワンランクね、上に行こうとした時に、ディガーを飛ばすタイミングっていうのが結構大事になってきます。
というのも、守ってからディガを飛ばすだと、相手も、攻め終わって多少のコストがちょっとある状態でディガを受けることになるので、僕のディガをね余裕でやっぱ対応されてしまうんですよね。っていうのもあって、守ってる途中で、というか、まあ、なんなら相手が攻めてきたタイミングとかで、ディガを飛ばせるようになると、相手がね攻めでやっぱコストを使ってるタイミングなので、僕のねディガをね受けることができない。で、ディガのダメージが、しっかりね入っていくっていうのがありますので、できるだけ相手のね、わあ、いい位置のディガだ、相手の攻めと被せるのがいいんですけど、今回同じようなデッキ来たな。相手ゴブドリじゃないってことは、ちょっとクララリーグにね出るんじゃないかなっていう、そんな気もしないことはない。さあ、ヤリゴブダクプリ型のね、やつだ。全くほぼ一緒ですね。バルキリーと、ダックプリが違って、多分ファイスピーがあるのかな、わかんない。スケかファイスピーどっちかがやりゴブですね。っていう。いや、ミラー対決か。これはマジでロケットはお互い一緒なので、もうマジでディガーをどれだけ拾えるかの対決ですね。ディガーを拾った方の勝ちみたいな。よし、でかいぞ、でかいぞ。これでもロケ打っちゃいたいけどな。ダックプリで拾われても。うい。いいよ。うい。いや、これ、やりすぎでやばいかもしれないですね、僕。さては。やんなきゃよかったかも。やんなきゃよかったかもしれないけど、結構ダメージとしては入ったな。ディガーウッドぐらいでよかったっすね。ダックプリの盾剥がせるし。さあ。テスラ使ってくれるのは、まあ、美味しい。まあ、美味しい。けど、あそこのちょっと内側目にテスラ出されることによって、僕のね、あれですね。わあ、いいウッドだ。ディガーを出す位置が基本的に裏に絞られるんで、対応されやすいっていうのありますね。でもロッキー打ってこうかな、積極的に。オッケー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 。で、これがな、ダックプリなのがちょっと厄介ですね、残るのが。さあ、端前ヤリゴブと、そうですよね、裏ディガーが絶対一緒に来るんで。いやー、いいね。熱い。で、テスラ邪魔だな。テスラマジ邪魔。で、これ絶対1本、11?11 なんのか ?11 には刺したくねえな。ロケ2周だな、俺。ロケ2周。相手もロケ2周なのか。さあ、いや、耐えれそう。いや、ディガーの位置が、ディガーの位置が悪い。待って、ディガーの位置が悪い。いや、いいファイスピ。いや、来た、勝った。危ね。いや、これは嫌ですね、本当に。なあ、もう積極的にロケット打ってぐらいしかないっすよ。よろしく、ヤン、なんか名前が。ちょっとね、名前がなかなか触れれない感じだったので、ちょっとあんま喋れなかったんですけども。さあ、ウォールブレーカードリルですね。スケ。高回転の、あとロケットしか、まあボンバーが入ってるね。もう最近すごいです。このデッキ、超いますっていう大流行デッキでございます。で、バルキリーがいると思うので、あれロケットでね、もうぶっ潰します。なんならもうバルキリーぐらいしか僕ロケ打つ場所ないです。いや、優秀すぎん。さあ、これスケが下に、スケが下に行ったら熱い。いや、熱い。これスケとファイスピで。いや、ナイススケ。いや、スケ強い。いいですね。しかも今のロケットで結構ダメージも稼げましたので、相手がねウォールブレーカーと、まあ、ゴブリンドリルでファイブもあると思うんですけど、まあそこそこにね受けがあるので、まあ、戦えると思います。ウォールブレーカーがねやや厄介かなっていう。いや、これテスラでよかったな。多分もったいないですね。バルキリードリルの受けに使いたい気がしたから。さあ、これテスラで守れて、ウッド使っちゃうか。スケファイスピー多分守れそうだな。ここで攻めてあげて、さあ、スケと、やばい、うい、や、うまっ。ファイスピーのタイミング絶妙。たまたまね、焦ったけどね。あれでなんかね、箱に飛んで箱から出てきたゴブリン全部生き残るとかあったらマジで怖いんですけど、まあまあ最悪ね、今みたいなスケとファイスピーだけとか、まあスケファイスピーウッドで守れますので、とりあえずテスラ置いときましょうか。テスラ置いとけば相手のウォールブレーカーも無効化できるんでね。最強です。さあ、相手もね、することなくなって、5削り。ですが、こっちには、行くぜ！
ロゲッティーナで、すっげー生まれてからしっかり出さなきゃ、なんかね、スケルトン生まれた瞬間に消えちゃうので、ゴブドリがね生まれた瞬間に、おお、なんか多いんですけども、これがね、テスラ解放してほしいっていうね。マジでテスラ強すぎるんで、ね、あれ残ってるだけで全て守れちゃいます。ナイス。さあ、攻めウッドとかもやってあげればよかったですけど、これもガンメタレベルですね。だってね、俺ロケで削れんのに、相手ね、バルキリーで受けられ、テスラで受けられ、マジでダメージ通らないんですよね。さあ、デリバリーもあるんでね、これもうデリも一応落としてあげるか、カバーでね。で、やっぱファイスピからのウッドでよかったな。なんでこうした？まあ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 、最後ロケット圏内というわけで、なんかこういう小物系のデッキもね、今日ちょっと多めな気もしますけど、ナイス。大型をね、もっとこうラバとか、ゴールとかちょっと守っていきたいな。引きてえな、大型来い、よろしく。なんだろうな、僕なんかね、ラバとスパーキーの防衛だけうまいんですよ。その代わりマジでゴレの防衛めっちゃ下手くそなんですけど、うわ、マジか、反応間に合わねえな俺。いやー、完璧だったかもしれないな。さあ、ギャング来た。コカッちゃんだな、普通のコカッちゃんですね。あ、待って、俺ウッドファイスピある。え、ウッドファイスピってやばくないですか、これで勝ち確ってやつじゃないですか、もしかして。いや、でもこのハシマイプリンで世界変えられるんですよね、マジ本当に。こかつね、このハシマイプリンが強い。間違いなく。さあ、これ受けがちょっと大変で、入って。ギャング使った。まあ、なので今、硬いやつですね。ナイト的なね、やつで受けてくるのかな。さあ、ちょっとスケとかもね、加えて、おしゃれに行こうぜと。さあ、ディーガーが入る。これスケも入るぞ。ウッドが来るね。よしよし。で、僕また、多分ハシマイプリンなんですよ。ハシマイプリンな、呼ぶのに無駄にコスト使うのも嫌なので、って思いながらね。さすがに。でもこのナイトも受けないといけないんで。よいしょ。プリンセスも意識した、バルキリーでね。あれ、ウッド地点な。いや、ファイスピ最強きます。はい。これやば。で、まあ、ディガーにゴブリンギャング当てられてしまうと、マジで突破できないので、どうしようかな。暇だな。これ絶対ギャング来るんですよね。裏に。うん、いや、そうなんですよね。いや、そんな気したな。いいハシマイプリンだ。ウッド。おーい、危ねえ。これ、同サイドの方が良かったかもしれないですね。ハシマイプリンを、抑えるのがマジで大変になってくるので、あと僕らもロケ削りもやっていかないといけないんですよね。さあ。ロケ削りもやっていかないといけない。このハシマイプリンすげえ来そうだな。飛ぶよね。ナイス。これ行きましょうか。俺のターン。やべ、ロケット何万たってね。マジか。いや、バルキリー。いや、いい LSP。さあ、マジか。ギリ間に合う。よし。いやー、ハシマイプリンね。痛いね。このナイトほぼ無視できるな。でも相手バルキリーにも受けないきゃいけないからな。さあ、スケなんでそこに出したんやろ俺。やべえ。いや、おっきい。これどっちが、いや、攻め打ってほしいな俺。攻め打ってなきゃな。いや、ディガロケでワンパン、ディガロケワンパンしちゃう。マジっすか。ハシマイプリン来るよ。お、ファイス入ってる。ディガ入ってる。来た。危ねえ。これ絶対1回目相性っすよね。って思うんですけどね。いや、よかった。マジでよかった。いや、もう、枯渇なんてさ、超久々に見たよね。本当にいないっすよ、今。なんか、マザーネクロが流行ってたりだとか、高回転ゴブドリーいるから、マジでいないのよ。枯渇。いや、びっくりしたな、今。ね、負けそうだったしな。いや、ハシマイプリン、もうちょっとなんか、いい感じにね、受けなきゃいけなかったっすね。さあ、ネクロ。アイスウィザード。ロイジェイとか、なんかジャイとか、ホグとか、まあ、そんな感じでしょう。
うん。まあテスラ最強なんでね、本当にテスラ最強です。これウッドでテスラ延命してあげたいな。ラム突進させたくなかったけど、ウッドが早く、うわ待って、やべやべ天才だこの人天才すぎるデッキ使ってるけど、今あなたはフリーズ使ったよねっていうのは、序盤のね攻めフリーズだったり攻めファイボ、攻めポイズン、攻めライトニング、攻めロケット、何でもなんですけど、序盤のスペルっていうのは基本的にエリクサーないです。うん、だから相手が序盤からねこう攻めから攻めスペルとか打ってきて、うわマジか大ダメージ受けたってなるじゃないですか。けどそれは相手はもうね序盤からやりすぎてる行為なので、もうねその瞬間に一気になんか畳みかけてあげると逆に大逆転できたりするので、逆もねあります。序盤自分が攻めスペルとか打っちゃうと、まあこのロケットもなんですけど、逆に一気にピッチになっちゃうので、なんかいいように見えて序盤は本当にね攻めスペル打ったらダメですね。打つならなんか相手のユニット3体に打つ打ち方だったりだとか、うん、まあカウンターが来ないようなライトニングじゃないと意味ないですね。そう、攻めだけを考えたスペル、は結構やってますね。さっきのフリーズもまあ決まれば、僕がデリバリーなかったらねめっちゃ良かったですけど、デリバリーあったならまあまあまあもう種分かったんでね僕は。ホグホグなんかこれも2倍タイム入るからいきます。なぜならテスラがあります。テスラで全て守れますこのゲームで。ホグもあったからな、ちょっと一応高めにして、でここでウッドでラムを突進させたくなかったんですけど、余裕で突進してきました。ファイスピカバーいるかな。さあ、いやファイスピ強えで、デリ落として右サイドはそこまでダメージ受けてないので、おホグがで高めでね、もうこれフリーズね、どっちかにしか打ってません。タワーかテスラか。このベビードラは美味しくごちそうさまです。ありがとうございます。そして、ロケットを打ちたい。打ちたい。これ、アイスイズ落ちちゃんさ、当たって。やべえ、両方当たんねえとかある。両方当ててく。さてはプロ。ロケットだけね。ナイス。めったに使わないですけどね。で、気づいたんですけど、ホグにテスラ使いてえから、ラムライダー何もしなくていいですね。で、これフリーズ来た時用にもう、このタイミングでディガー飛ばしてるんで、相手これほぼ対応できません。対応できました。やばい、一気にダメージ追いつかれた。なんで今のめっちゃいいディガだと思うんだけどな。テスラを受け取っていいな。やっちゃった。マジで。本当に。こんな大事なタイミングで。さあ、ホグ、お前、何やってんだよ。で、スケルトン豚いるからな。ちょっと嫌ですよね。お相手なんか、めっちゃ飛んでくる。豚が。豚となんか変なやつが。これ、ウッド回します。いや、ウッド回んね。マジか。マジか、スケルトン部隊。いや、いい。いや、地味にロケット当たんねえんだよな、その位置。まあまあ、デリーウッドあたりでね、あの声全部、剥げますから。よし。で、ほんとこのベビドラだけ、ね、ベビドラだけね。ベビドラフリーズだけ気をつけてね。ベビドラだけね。よしよしよし。いや、ちょっとだけね。ちょっと怖いよね。あと、ウッド、お疲れ様でした。グッドゲーム。最後は手前ディガーでね、絶対スケルトン部隊ね、来てもウッドでね、やれるように。さあ、グッドゲームでございます。いや、マジで久々にね、デリバリー使ってるんですけど、めっちゃ強いですね。防衛がマジで強い。だから、防衛ちょっと苦手な人とかね、なんなら、なんかこのデッキであんま守れないんですけど、とかいれば、もうデリバリー入れちゃえば、何でも守れちゃいます。さあ、バルキリー。ホグかな。あ、高回転ドリルも全然ありますね。流行り。なんだろう、これ序盤ロケットなんか持って俺何しようとしてんだ。コウモリ？コウモリってちょっと珍しいよなと思いながら。コウモリ？ディガー？俺何だったっけ最初相手1枚。バルキリ？高回転ウォールブレイカーだ。珍しくない？まあ、あとコウモリあったからトルネがないですね。絶対珍しいですよね。いや、ロケット打ちていいけど、ロケット打つとマジでカウンター止まりません。いや、打ってもよかったかな。どうなんだろうな。ダメです。ダメです。さあ、コウモリにはデリかな。で、ディガーにバルキリー。おー、相手ポイズンか。これ、相手がポイズン打ったってことは、俺はロケ打ちますね。これで、まあ、おあいこだよねっていう。で、多分、手前コウモリ、奥ディガーとか。あ、そうですよね。いや、このディガーのダメージ痛えな、でも。なんか、もう一個、後から出した方が絶対いいんですよね、あれ。
こうファイスピ追加します。このファイスピ追加がねいいんですよね。バルキリーエリコブ出したらさ、コストなくて入るんじゃない？ナイス。でも相手のあの受けも早かったですね。さあこれね、テスラ置きたいけどみたいな。おお、これ許容でいいんじゃない？うん、いた。ああ、いらんかったー。待って、コウモリいった。真ん中エリゴブ。そうですね。さあ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 、コウモリにデリ。まあ、ファイスピがあんな。コウモリに僕、ファイスピでもいいかもしれないですね。さては。あ、でもファイスピ攻めでちょっと使いたくなっちゃったな。相手のポイズンが今回あんま活躍しないのがでかいですね。で、テスラ置いて最強なんでね。で、ここでね、多分ポイズンが来るんですよね。間違いなく。いや、そうなんですよね。だから前だと思ったんだけど、裏でしたね。削っていきます。いや、これ削り対決だからな。ね。で、ポイズンだったから、テスラ置いてね。いや、当たったらでけえ。これテスラで。ナイス。いや、ロケットが飛んでくると思ったら、一回防衛来たな。いや、でもディーカ入る。これ絶対拾える。よし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 。熱いよ。熱いよ。いや、ロケ打ちたい。ロケ。いや、でもロケ、2周か。ディーカ拾えってか。もしかして。拾います。はい。わかりました。拾います。いや、いらんかった。よし。やばいやばい。コストがない。え、入んなよ。おぶねー。オッケーオッケーオッケー。ギリ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 。おぶね。おい、相手めっちゃ良くない？なんかポイズンだったのがちょっとレアでしたけどね。というわけで今日はね、対戦相手がめっちゃ高回転がちょっとね、多かったんですけど。これなんか大型も全然守れるね。はい、本当に。なんか超防衛型デッキですので、ぜひ皆さんも使ってみてください。だけでおります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。